んにちは。はい、本日は、愛車のフェアリディを洗車したいということで、はい、モータージャーナリストの串間達也さんにお越しいただきました。はい、串間です。よろしくお願いします。お願いします。つなぎがすごい似合ってます、ね、ありがとうございます。ちょっとアメリカの囚人風に見えちゃいますけれども、はい、いい感じです。あ、いい感じで、はい、あ、よかったです。はい、頑張ります。はい、洗車は普段しますか？いや、もうほんとんどしてないですね。30年ぐらいもう自分で、車は洗ってないですね。なるほど。そしたら、本日は私が指導しながら、はい、行きたいと思うので、はい、串間さん、自分で洗車をちょっと頑張ってみてください。 Do myself で。はい、はい、分かりました。お願いします。はい、はい、先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、ドン。はい、はい、ここに来ましたけど、はい、どうなってんでしょう。飛んできました。はい、はい、そしたら今から足回りホイールの洗車をまずやっていきたいと思います。うん、はい、なるほど。洗車って一番最初に一番汚いホイールからやるっていうのが基本らしいので。あ、そうなんですね。はい、初めて知りました。そうなんですよ。汚れが強いところからまずするっていうのが基本ということで。了解です。はい、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。はい、お願いします。はい、では早速ホイールの洗車に移っていきたいと思います。はい、はい、では先生、まず、はいはい、水をホイールとタイヤ周りにかけてもらいます。で、この時この内側の部分も一緒に汚れを落とすようにかけてください。はい、はい、お願いします。はい、おお、こういうとこですね。そうですね、内側も汚れてるので、そういうところもどんどんかけてください。はい、ありがとうございます。はい、そしたら次、このラバークリーナー、これを使ってタイヤのクリーニングをしていきます。はい、タイヤにベジャベジャベジャってかけていってください。はい、だから次、タイヤブラシを使ってこのこうカーブしてるところに沿って。本当だ、ここが R になってます。こういう感じですか？そうです。ベジャベジャって、うん、作業してる感がレアな光景ですよね。作業してる感があります。レアな光景だ、すごい。とりあえずこのサイドウォールだけですね。そうです。はい、こうをやってもらって、はい、はい、そしたらまた洗い流してもらいます。なるほど。はい、はい、はい、では次にこのホイールクリーナーっていうのを使ってホイールの洗、クリーニングをしていきます。はい、はい、ホイールクリーナー、ホイールクリーナー、はい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 、ありがとうございます。で、その後にこのスポンジ、指3本入るスポンジ、2本でもいいんですけど、はい、を使って、はい、ここの表面をきれいにしていきます。はい、で、この時に、はい、このホイールナットブラシっていうナット専用のブラシっていうのがあるので、はい、このグリグリってやったり、はい、細かいところ、この手が届きづらいところはこういうブラシを使って、はい、やっていくと、綺麗になります。わかりました。はい。はい。あわあわ。はい。なんか一応こういうブラシもグリオズで売ってるんですけど、はい、ちょっと鉄筋なので、うん、あんまり使わないです。あ、はいはいはい、スポークホイールとかはアルミのね、はい、間に入れて、はい、ゴシゴシってやってするんですけど、
まあ多分使いはするんですけど、こっちの方が、はい、こう平たい部分多いの、そうですね、いいかなと思います。ディッシュ型と鉄筋はじゃあそうですね、はい、はい、はい、そしたら流す、流してください、流します、はい、お願いします、4番センター流します、はい、お願いしますセンターじゃないって、はい、はい、あ、なんか綺麗になった、そうなんですよ、え、マットブラックでかっこいい、ね、めっちゃかっこいいですね超綺麗になりましたよ先生、このガリット傷は治らないですか、これは治らないです、治らないですね、はい、車、はい、さんに、はい、はい、失礼します、お願いします、はい、はい、では次はホロのクリーニングをしていきたいと思います、はい、はい、まずこのブラシを使ってホコリを、汚れをかき出していきます、なるほど、こんな感じでザザザザってやっていきます、はい、はい、お願いします、はい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 、ありがとうございます、はい、はい、その後、はい、水をバジャバジャってかけていきます、ではちょっとこれでいっちゃってください、はい、全体的でいいんですか、全体的で大丈夫です、はい、はい、はい、そしたらこのコンバーチブルトップクリーナーっていうものを使ってクリーニングをしていきます、はい、なのでもう全体にバジャバジャバジャってかけていきます、はい、はい、はい、ありがとうございます、そしたら、はい、またこのブラシを使って、うん、シャカシャカシャーってこう汚れを落とすように洗っていきます、はいします、はい、はい、はい、綺麗になりました、綺麗になりました、はい、そしたら最後また水をバジャバジャってかけて、はい、ホロ編は終わりです、お、一旦これでクリーニング綺麗にします、はい、あ、すごい、すごい汚れがやっぱ落ちてきてます ね見える、泥水がね、あ、やっぱ結構汚れてたんですね、そうですね、いい感じです、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、そしたらこれで一旦乾くまで待って、その後最後にプロテクタントを保護剤をかけて、はい、プロテクタント、はい、はい、っていう感じの流れなので、まずこれで一旦終わりです、了解です、はい、やっぱすごい汚れてましたね、ねえ、やばい、綺麗になった、これだけで、では先ほどウニ色のティッシュかけて乾いてきたので、うん、最後にこのファブリックプロテクターっていうのをかけて、まあ、要はこれ防水クレーターの水ファブリックをかけてる、はい、これを全体に薄めな感じでカシ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 、
ちょっと窓とかボディとかには付かないので、ついたらすぐに拭き取れば問題ないので。なるほど。はい。はい。こういう、はい。もうちょっとこう、さっ、さってかけるかな。さって。そうですね。はーい。って感じです。こういう感じだ。はい。